スナーに布が噛んでしまった時に使うと便利なものはどれ？1、ろうそく。2、金槌。3、マイナスドライバー。正解は3のマイナスドライバー。ファスナーの器具の後ろの部分にマイナスドライバーを差し込みます。すると器具と布に隙間ができるので布が簡単に取れます。ドライバーなどで広げられない場合は挟まっている場所にオイルをつけスライダーを動かしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。